こんばんばはふくりで,ふえるです今回も一緒に学びを深めていきましょう最後まで視聴していただけましたらとっても嬉しいですよろしくお願いいたします今回のテーマは新越科学わかりやすくまず「新越科学」の創業は今から約96年前の大正時代1926年です。社名の由来は 今の長野県にあたる信濃と今の新潟県にあたる越後から新越化学創業は長野県の水と新潟県の石灰石から化学肥料を生産する企業として始まっていますただ新越化学の創業から約96年経った現在の主力製品は売上の4割利益の5割を上げている塩ビ。 では、塩ビとは塩ビとは、塩化ビニル樹脂のことです。要するに、プラスチック。普通、石油の原料にプラスチックを生産していますが、塩ビの場合は、原料の6割に塩を使ってプラスチックを生産しています。なので、普通のプラスチックに比べて低炭素の製品であり、しかも、 対応年数が約50年と長持ちするのが塩ビの特徴ですなお塩ビの主な用途はパイプなので水道管など公共事業や窓など住宅建設に使われています人越科学にとっての最大市場はアメリカです機械はアメリカの公共事業や住宅建設なので 化学最大の工場もアメリカにあります経営方針は工場の生産能力の最大限で生産するフル生産そして生産した塩ビを全部売る全量販売ですつまり新越化学は受注生産ではなく見込み生産であり営業も非常に強い企業だといえますちなみに 毎年のように設備投資を続けてきた結果、アメリカでの塩味生産能力を約30年間でなんと35倍に増強してきています。新越科学は塩味世界1位。今や全世界の塩味需要の10%を賄うまでになっています。新越科学の強みは、強い営業が顧客の要望を研究開発部門に伝えます。 研究開発部門は顧客の問題解決のために製造部門と緊密な連携で開発を進めます。製造は世界最高水準の技術で世界一位の素材を作ります。そして営業は自信を持って顧客の問題解決につながる製品を全力で売る。この営業、開発、製造の三味一体経営こそが 新越科学の最大の強みです。素材と技術によって他の追随できない価値を社会と産業のために生み出す。新越科学。ということで今回は新越科学をわかりやすくでした。以上です。今回の動画のご視聴に感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を